16F648A 初期設定最小限の動作確認のための配線書き込み後半 MPLabX 書き込み実行プロジェクトの作成ファイルからニュープロジェクトを選択カテゴリーはマイクロチップエンベディッドを選択 プロジェクトはスタンドアロンプロジェクトを選択。ファミリーはミッドレンジ8ビット MCU を選択。デバイスは PIC16F648A を指定しますここは何もせず NEXT を押します ツールは、ビッグキット3を指定します。コンパイラは、XC8 Ver.2.10 を指定します。プロジェクトネームを適当につけます。エディターの文字を、Shift-GIS に設定します。 最後にフィニッシュを押してコーディングの作業に入ります。メインファイルを自動生成します。ソースファイルを右クリック。ニューをクリック。メイン C をクリック。ファイル、ネームを適当に決めてフィニッシュを押します。コンフィグレーションビットの設定。 プロダクションをクリック。セット、コンフィグレーション、ビッツをクリックします。FOSC は内部オシレーターを使うので、INT、SC、IO を指定します。ウォッチドッグタイマーは使わないので、オフに設定します。低電圧プログラミングは使わないので、オフにします。 下にあるジェネレート、ソース、コードトゥーアウトプットをクリックすると、ウィンドウが出てきますので、必要なところをコピーして、ソースコードに貼り付けます。コードを書いていきます。オシレータの速度をディファイン定義します。 内部オシレーターを使っているので、4MHz にします。ちなみに、0は6個付けます。次に、メイン関数内の記述に移ります。ポートの入出力設定。ポート A の入出力を全て出力に設定します。 トリス A を 0X00 に設定します。同じように、ポート B の入出力を全て出力に設定します。トリス B を 0X00 に設定します。ポート A の出力を全品ローレベルに設定します。同じく、ポート B の出力を全品ローレベルに設定します。コンパレータの設定。 ポート A の IO 端子は機能が重複しています。コンパレータと DA コンバータ出力を兼務しています。パワーオンリセット時、これら2つのコントロールレジスタを初期化して、汎用入出力として使えるように、機能レジスタを設定し直す必要があります。DA コンバータはデフォルトで、ポート A、RA2 を汎用 IO として使用する設定になっています。 なので、DA コンバータのコントロールレジスタは特に変更しません。コンパレータのデフォルト設定は、コンパレータ入出力端子として設定されています。ポート A を汎用 IO として使用する場合、ユーザーが設定変更を行わなければなりません。具体的には、コンパレータコンフィグレーションレジスタの CM ビットを111 に設定します。これで、コンパレータ入力から切り離されて、単独の汎用入出力端子として使用できるようになります。次に、ホワイルループ内の処理に移ります。無限ループをここに書きます。電源が入っている間、プログラムは、このホワイルループ内を循環し続けます。 RA0 につなげた LED を点滅させるコードを書きます。ディレイ関数を5 0 0ミリ秒に設定して点滅させます。プログラムを書き終えたのでコンパイルしてみます。 コンパイルが成功しました。次に、ブレッドボード回路とピックキット3を接続します。プロジェクト名を右クリックします。プロパティをクリック。ピックキット3をクリック、オプションカテゴリーをパワーに変更します。 ピックキットさんから電源供給していないことを確認します。チェックボックスのチェックが外れていることを確認します。電源はターゲットから供給することがデフォルト設定になっています。メイクプログラムデバイスメインプロジェクトボタンを押します。 書き込みが成功したので LED が点滅しています。これで PIC16F648A を動かすことができました。あとはモーターやセンサーをつけて様々なアプリケーションを開発してください。16F648A には AD コンバータがついていないのが少し残念です。AD コンバータがついている18ピン PIC ピは PIC16F88 があります。ピンハイは同じで、そちらの方が高機能なのでおすすめします。以上でピック 16F648A の初期設定の説明を終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。